夢と大発明。さて、そろそろ歌とダンスの練習の時間ですね。あら、あれはメイリーさんにシャンファさん？もう、わがまま言わないでシャンファ。すでに私に決まってるんだから。まだ決まってません。私にだって可能性はあります。お二人とも一体何のお話をされてるんですか？あら、リン、あなたもセンターにふさわしいのは私だって思うでしょ？そんなことないですよね、リンさん。そう簡単にセンターの座は譲れませんよ。まあまあ、二人とも落ち着いてください。センターを誰にするか以前に、まだ知名度の低い鮮魚グループの名前を広めるのが先だと思いませんか？リンさんって意外とたまに厳しいこと言いますよね。しかも笑顔で。ああ、ある日突然私たちの人気に火がついて爆発的な鮮魚ブームが起きないかしら。もうメイリーさんたら、そんなに都合のいい話が。なんやと！あなたはどちら様ですか？ああ、見てください。この子、頭からネジみたいなものが生えてる。それに髪の毛がモフモフ。えひ、モフモフ。やめるもう。じゃなかった、やめるのじゃ。お主ら今大爆発したいと言っておったな。そんな物騒なことを言ったかしら。確かに言っておったぞ。ドッカーンと爆発して鮮魚のブームを起こしたいとな。違う、私たちはただ話題沸騰、世間を騒がす人気者になりたいの。本当に爆発したいわけないじゃない。ふむふむ、なるほど、そういうことか。よし、その願い叶えてやろう。本当？この大発明家ガラテアに任せておくのじゃ。はっはっはっは。なんか今の感じ、多分絶対誤解されてるような嫌な予感。きっと大丈夫よ。うまくいけば私たち本当に人気者になれるかもしれないわ。だといいんですけど。それにしても遅いですね、ガラテアさん。はあ、やっぱり私たちにできることといったら真面目に歌とダンスを磨くことしかないのかしら。やあ、お主ら待たせたな。やっと発明品が完成したぞ。もう、そろそろ帰ろうかと思ってたところよ。って、何これ、とっても綺麗。赤くてキラキラした石ですね。もしかしてルビーでしょうか？はっはっは。まあ、あえてルビーっぽい見た目であることに特に深い意味はないぞ。へえ、そうなんですね。では深く考えないでおきます。そんなことより、そいつは見た目こそ石ころじゃが、れっきとしたわしの発明品じゃ。あっという間にお主らの夢を叶えてしまうぞ。へえ、すごいじゃない。それでこの発明品の使い方は？満月の明かりにかざして3回ね、お願い事を唱えるとかかしら。いや、そんなまどろこしいことをせんでも。大変です。あら、シャンファ、今までどこへ行ってたの？しかもそんなに慌てて。あっちの方で次々と謎の爆発が起きてるんですよ。その影響か、そこら辺にある川や湖の水がお湯のように沸騰していて、もうとにかく大騒ぎなんです。ちょっと待って、爆発に沸騰ってなんだか聞き覚えがあるような。はっはっは、さすがはわしの発明じゃ。すでに結果が出ているようじゃな。ってことはやっぱりあなたの仕業なのね。だから爆発はダメだってあれほど言ったのに。もう、爆発したくないとは聞いたが、爆発させたくないとは聞いとらんぞ。それに、わあ、大沸騰、世間を賑わすお騒がせ者になりたいと言ったのはお主ではないか。話題沸騰、世間を騒がす人気者よ。もう、だからあの言い方はまずいって言ったのに。だからって普通こんなこと予測できないじゃない。そ
手に持っているルビーっぽい石ももしかして。その通り。一定時間水の中に沈めておけばドカーンと爆発間違いなしじゃ。いやー、はい、ショーがパス。ちょっとメイリーさん、投げて渡すなんて危ないじゃないですか。はい、兄さんあげる。うん、私も困ります。なんじゃなんじゃ、そんな取り合いせんでもルビーっぽい石ならまだまだあるぞ。ほーれー、ほーれー。やっぱり発明は楽しいもん。いや楽しいの。はーはっはっはっは。おしまい。